では早速ですが、石山さん、はい、フィギュア土産とは一体何なんでしょうか。はい、ちょっとご説明させていただきますが、フィギュア土産とはですね、通常お土産はやっぱりそちらにあるようなお菓子とかだと思うんですが、あえてフィギュアを、お土産にしていって名物を作っていくという、シリーズをやっておりまして、で、今回、クールジャパンアワード2017年のこのシリーズをいただきまして、で、4年前から、北海道から始めて、大阪も第5弾でやり、で今回、大盛況で、全体のシリーズとしてはもう、5000万個ぐらいとしまして、で大阪の方も、そちらに富屋さんをかけて、いろいろ売っていただいて10万個以上売っていただきまして、今回第2弾を、発売させていただくことになりました。ということで今回が、それの発表の記者会見です。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。今回の大阪フィギュア土産シーズン2のラインナップは2種類が加わったそうなんですが、専務、ラインナップの選定の思いをお聞かせください。はい、第一弾が今石山社長がお話しされましたように、大阪って本当にいろいろな食べ物であったりとか、有名な建造物、それからあと観光地、そして動物はあんまりね、大阪の、うちいろんなフィギュア作る中で、例えば北海道でも食べ物やり、あと文化施設であり、あとそこに住んでる動物とか、言うたらルルブの大阪みたいなものに乗ってるようなものをフィギュアにしてるわけなんですけども、ほんま大阪は食べ物ネタとかそういう建物ネタ、いろんな観光地ネタがいっぱいあるんですけども、その中で、チョイスしながらバランス、大体うちのフィギュア作るときは色合いであったりとか、白っぽいもの、赤っぽいもの、それから大きな建造物であったり、その横にはじゃあなんか可愛らしい女の子を作ってみようとか、そういうキャラクター乗っけてみようとか、いろいろ考えてやるんですよね。で、今回は特に前回やるときはその中でも絶対に一番最初から蓬莱の大阪言ったらもう一番、メインの、土産、最強のお土産で、僕なんかも人様に渡すより自分のための、もう大体東京行く時に新幹線なんか食べたりとかするためには大阪の蓬莱の豚まんがないとですね、これはあかんやろうと思いながらも、なかなかにちょうどその、やっぱり許可もらったりとかちょっとスケジュールの問題があったりとかして1回目でできへんかったんですが、今回2回目ということで、絶対にですね蓬莱の豚まんだけは作らなあかんでということで、そのためにそれをやってもらうためというべきですかね、これさえあったらもう買ったも同然やんということで、選びました。だから今回はまずメインに蓬莱の豚まんありきで作ったシリーズやったんですよ、という流れでやってます。はい、もう本当に私も小さい頃から豚まんを食べて思ってたものですか。本当ですよ。京都人なの？京都人なんですけど、京都人なんですけど、お土産、阪急の梅田駅分かります？皆さん、そこに売ってるのをいつも買って帰るっていう、大阪に来たら。で、京都も今売ってるんですよ、551。なので、よく食べてました。でね、その551の、よく許可を出されたなっていうのが率直な感想だったんですけれども、田中常務、今までこういうものというのは作られたことはあるんですか？グッズとかフィギュアって、グッズとフィギュア一緒やろと思ってるんですけど、これは知識が貧困なんで、でも食べるものはもう大好きで、蓬莱とおっしゃってましたけど社長が、はい、まず551、はい、よく聞かれるのが551ってどういう意味やねん。僕もずっと551って今回ちょっといろいろキーワードなんで551なんですかね。そう、あれ正味ここが一番って読むんですけど、はあ、誰が読むねんと。あれここが一番で551なんですか？電話番号が実は元にあるんですけど、はい、創業当初の電話番号は64局の551。あ、そうやったんだ。で551の上に味も電話もここが一番、はい、花は花屋の三省堂とか、はい、ありましたね、カステラ1番電話が2番とか、はい、ね、いう時に味も電話もここが一番でここが一番で書いてたんですね。はい、で皆さん蓬莱という文字書いていて実に持ってすぐ書ける人を見たら
あんまり言ってないんですか。誰も言ってないと思いますよ、はい、読めるのはこれホラーやって間違いないって 、はい、読んでくれたんですけど、はい、それやったら分かりやすいの数字が分かりやすいんちゃうん、まあ、小さい子供さんから電波の方まで、はい、いやいや地球的規模で数字分かんねえ、どこの国行っても数字出てるでね、ここが一枚の訳したら訳せんことないやろ。ほんまですね。袋ある？紙袋。あ、まあこのロゴなわけですな。そうそうそう、昔からこの551のこのロゴと書体のこの551漢字じゃなくてこの数字やったわけですね。数字はもうこの数字ですね。そうですか。ちょっとあの変えてますけど、はい、この辺あの円形の、はい、あ丸い中に551入ってますね、はい、まあ、まあ、そのややこしい質問は受け付けんと、はい、なんでやねんいやここが一番やねんということで、でどこが一番やねん言われたら、いやいや実はここが一番をいろんな面で目指してるんですよ、味も電話もサービスも雰囲気もマナーも、はい、お客さんもここが一番を目指してるんやと、あいうことで意味はここが一番を目指せるやーという高麗です。あ、そうなんです。覚えていただいたら嬉しいです。ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、こちらこそ。じゃあ今までそうしたらこういう高麗さんのなんかノベルティとか言われるキーホルダーとかなんかタオルとかなんかそういうなんかああいうギフトと言われるプレゼントのやつってなんか作ったことあったんですかね。 ありましたね。これ私今あすごい、 あるんですね。それストラップあるんじゃないですか。豚まんとここに551、はい、ある時で、ある時、ある時ありますねこれない時のないんである時だけですか。これやっぱりあるのはそう、やっぱり ある時が一番いいわけですからなるほど、ない時こうない時が仕事になってある時が幸せになりますもんね。そうそうそうですねなんかでもそれは自社で作られたものだとお伺いしてるんですけど、こういう許可を取ってというのはあまりないんですかね。制作の許可を出して他に作らせることで今なかったんちゃいましたかね。そうですね。うちあんまり無駄なお金使うのに嫌がるオーナーが出てまして、はい、お客さんのために使われたらためへんけど、はい、こんなもん贅沢品やと、はいはい、そんな考えで そんなお金だったらいい商品いい料理の方にお金かけという考え方ですので、はい、すごいですね。それはあんまりこんな方に出るのがなかったもんで、はい、これからちょっとぐらいそういう予算ができたら、はい、また頼んでみようかなと思いますけど。それはそれは、いやでもほんまに僕らもこれ、僕はでもこれって全部そういえば英語ばっかりで、今横にこれ豚まんとか餃子と漢字以外、これ以外全部これって英語ですもんね。びっくりしました。初めてしっかり袋を見た今回。エンジョイザーに、そうなんですね。かっこいいでしょ。かっこいいですね。この蓬莱もだから漢字じゃなくてこれがローマ字で蓬莱になってるんですな。そうそうそう。僕らもだからこれさっきちょっと話聞いてて、もうジョブさんって僕てっきり社長さんやと思って、いつもネタがりの人大阪で大体ほら顔社長さんとかよう出はりますよ、いろんな人が。あれ自分が出たろうと思ったのはなんでテレビに宣伝で本人が出たろうと思いはったんですか。これはもううちの2代目に勧められて、はい、田中さん出てみたらどうやと軽い感じなんですね、はい、一番最初ね、隣と、なるべちゃんの静香ちゃんを起用するときに、はい、お茶の間が一番ええなと、お茶の間の真ん中へ豚まん積んどいて、はい、正面になるべ静香座ってもって、はい、両側に、おかん役、おとん役いの、おこうと、はい、おかん役はすぐ決まったんですよ。お皆さんもよくご覧になってた、でっぷり。した貫禄十分の大阪のおかんいう方すぐ決まったんですけど、おとん役が決まれへんがあって、はい、で二代目が田中さん田中さん、この中でおとん役にふさわしい人どれがええと誰がええと思うんです、ということを一通り見てどう思うという時に社長とバトッと目止めを追って、はい、あ田中さんどうやねんと、で一回だけほんなら、はい、制作風景を見学も兼ねて行きますわ言って、はい、それからずっともうそこに座らされて、
一回がもう21年になりますね。あれ23年になります。パターンはあれ何パターンぐらいあるで、ある時ない時ずっと割と変わってますやん。あれって何種類か何回ぐらい取られたんですかね。もう当初は年に2回もしくは3回、歌番編にアイスキャンデー編に企業編、はい、企業編があったんですか。企業編もうゴーゴチホライと、もうとにかく、あ、食べ物、あれ歌番、え、なんか楽しいこと、家族円満に行くやつ、あ、みんな551、蓬莱、もう蓬莱という企業を利用したら、家庭円満、夫婦円満、みんな円満に行くでって、まあ、豚番も偶数個販売してるんですよ。あ、そうですね、はい、2個入り、4個入り、6個入り、10個入り、はい、まあ、なんでやねんって、やっぱり、こうでもって食べたら、2つ食べたら2個、はい、4つ食べたら2個2個、2個2個、6つ食べたら2個2個2個、あ、2の倍ですね、2個2個したらなるわけですね。2個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 、もうベタベタですね、ほんまに2個2個、2個2個なんですか、そうしたら。そうですね、2個としたら気持ちええやろうと、はい、これ要は夫婦喧嘩して、なんか今日は家うまくいってんのか、これ持って帰りに4つ入りに行こうってやるんですね、はい、これ何ですか、あ、お前と奥さんと2つ食べんねや、ね、何で2つやったか聞けや、あ、2個と2個やから2個2個するんですね、そやから、おお、だってこれでうまいことできますよ。なるほど、食べ物はやっぱり家庭円満、夫婦円満に役立つの、ゴーゴーチの豚まんが最たるものだと思いますから。なるほど、ほんまそうですよね。で、喧嘩したらね、皆さん買って帰ってくださいね、ゴーゴーチの豚まん。だから今回も2個入りにしてよかったわけよ。次はちょっと大きかったんで1個だけ作る、やっぱこれさっき今1つ食べてるんですけどね、2個入りでね、空っぽになっちゃったんですけど、なんかね、本当にそのフィギュアを実際見たんですけれども、はい、本当に本物の551の豚まんを小さくしましたっていう出来で、すごくびっくりしたんですよ。紙袋と箱までついてて、これですよね。で、先ほどジョーモさんにお話した、この僕もそうそう、正式名称はこれ裏の皮のこと、皮と僕らキノコの皮とか言ってましたけど、これ皮やないんですね。裏をペリペリとめくるやつって、これが何ちゅうでしたっけ、ザブトン、座布団いうそうで、ここで知らん人ほとんど、僕も知らんかったんで、昨日薄っぺらい、なんですかね、これ、これ松の木なんですけどね、松の木を薄く切ったやつですか、もう、かつら向きにしてね、はい、誰が向くねん言うて、はい、知らんわ、でも、もう、今、かつら向き言いましたけど、はい、松の木を薄に伸ばして、このサイズに切って、はい、でその上に豚まんが座るから座布団って言うんです。昔からずっと座布団言うてはった。そうそうそう、これ割と抗菌力は松の木強いですから。あ、そうですか、はい、なるほど。ほんでね、はい、問題はこの後ですわ、はい、お召し上がりになる時に、はい、座布団バットン剥がしますやん。剥がしますね、これ。で、剥がした時にね、生地の生地が座布団ついてる。わ、えらいギュッギュッついてるわ、ね、これこう向き方ってのこれベリー下手ですよ、これ切れますやん、こなんかこれってこう割れますね。ほんまに向きますやん。あ、そうですか。あのね、生地がこっちついてますやろ。ついてます、きます、ここへ、はい、あ、今日はついてる。これついてるわけや。ついてるってなるんですね。ええことあんねんと。あ、ついてる方がええわけで、ね、どうですか。絶対つきますわな、ついてるわけや、これが。ほんで、おいしさの大半がここへ染み込んどるのかわからないね。これを振ってたらあかん。前歯でこう剥がすんですね。うまいんですやろ。ですね、これ皮から心皮より染み込んでますもんね。もう行さんついてるで、ええことあんでと思いながら食べる。おまけ、おまけにね、恵まれてるなというぐらい。確かにね、ここ他の皮の部分ほんまに旬出て、むちゃくちゃ美味しいですね。こっそりみんなされてるパターンのやつですよね、きっとね。そうですよね。やったことないの、京都人や。そうなんです、京都人なんでね、ちょっとそこはおしとやかにしとこうかな思って。やっぱここの色ちゃいますもんね。中にちょっと染むから、上とは色がちゃいますね。
でも京都の人もきっと食べてあると思います。もうそれはですね、こういうのおいしいと思う、はい、あのおじさんそろそろと違う、あ、そうか、豚まんあるあるは、豚まんあるあるは、はい、ちょっとね、すみません、豚まんあるあるはちょっとそうですね、他にもラインナップがね、もう豚まんネタが尽きないですけれども、他にもラインナップがあるので、ではご紹介いただきましょう。この通天閣をちょっと待って、ちょっとしばらく、はい、それを紹介させてもらいます。他の方もやらんと怒られますんで、あ、今回のあの第一弾から入ってるシリーズなんで、これがですね、社長、まあ、常務、これ通天閣は、まあ、大阪のシンボルですわね。これ入れんかったら大阪 の、 あのお土産になれへんので、まずはもうここでもこの場所も僕らも使ってます。これもなかなかにあの通天閣のフィギュアにして結構土産物でいろいろもありますけども、これだけちゃんとした通天閣はないぞということで、まずはこれはもう絶対に豚まんの次にはこの通天閣、まあ、入れなあかんでということで、大阪を代表する建築物といったらこれやろうというのは、ああいう大阪観光案内にも絶対に通天閣がドーンとないと開けませんのでということで通天閣入れたんですが、なんかいろいろとこの辺で僕はもうちゃんと通天閣真面目にフィギュア作っただけやったんですけど、なんかこの会社はなんか変なこと仕込んでるらしいんですよ。え、何仕込んでるんですか。金色に、え金色 の、 あのシークレット、あ、シークレットやって、シークレットやけど言ったんですか。言っちゃいけないんですよ。シークレットってほら普通あの本来にはあの裏メニューってないですよね。ちゃんと普通のメニューのやつじゃないですよね。これ裏メニューでよほらありますやん、変なお店で自分らが普通のメニューに書いてるけど裏メニューのつもりで、僕らシークレットというのはあの裏メニューなんて書いてあかんやアホちゃうかって、シークレット入りなんか裏メニューありますって書いてるかっこ悪い料理屋さんはないので、僕は絶対に言えへんのですが、なんかやってるらしいんですよ。しかも言っちゃいましたもんね、もうね。なんか色を金に塗ってる。そう、金に塗れっていうのが下品で、ね、で流行ってる。いや、僕ら赤く塗るしかないから、金になんか塗れないとは思ってない、はい、赤がいいです、はいはい、次は次行きましょう、はいはい、あ、はい、次はね、これ前回あのそこのキリンギャラリーさんとかで1回目の発表会やった時は作って、まあ、大阪でやっぱり豚まんと並んでこれ持ち帰りできへんからお土産としては難しいけど、最近電車で食べるけど、あの、だるまの串カツというのを、まあ、大阪であの二度漬け厳禁の、まあ、このすぐ近くにも行列、最近すごいですよ。豚まんの行列もすごいけど、この頃この串カツの行列がまたすごいので、まあ、大阪行ったら串カツはいるやなということで、二度漬け厳禁シリーズということで、なんかある？いや、ないですか。これでもうちのねスタッフがこれ一応ちゃんと取材に行くんですよ。で本物あの店並んで写真撮って食べてたら、うちの上田君というダメなねスタッフがね、大阪人のくせにリアルに二度漬けして怒られた。ちょっと頭がボケてましてね、かじったやつをちょっと置いといて他の喋っててふっとね、なんか食べ二度漬けることを忘れてリアルにつけてね、リアルに店員さんにほんまに怒られて、やめてくださいよってなんか持って帰って、それをなんかどうすいはるんですかね、これ全部捨てなきませんことで、ほんまにあれはちゃんとソースはあの二度漬けして口がついたやつは捨てはるらしいから、ほんまにリアルに怒られるというバカなことをするスタッフがおりました。という思い出の品物と、はい、でこれおばちゃん、大阪のおばちゃん、まあ大阪といったらあの名物というか、あの大阪のある種恥やけどすごい、まあキャラクターとして大阪いったらおばちゃんがこの髪の毛紫に染めたりとか、なんかピンクリとかいろんな派手な色にヒョウ柄とかアニマル柄、それでアメちゃん食べるかという、これだけ言うたらなんかもう完全にステロタイプのおばちゃんって大阪では、これもキャラクターとして最初はあの後で出てきますけど、前回の時にはそのライセンスも名前使いたくなかったから大阪のおばちゃんというのを付けさせてもらいました。でお次が、はい、これもあの道頓堀の風景、あの、はい、こっちも見せたね、この、まあ、グリコみたいなちょっとぼやけてるけどグリコっぽいようなものとか、あのネオンサインがいっぱいある道頓堀の引っ掛け橋から見た風景というところで、大阪のまあ風景としてはこれに前に通天閣置いていろんなもの並べるときにこういう背景にはこれはいるやろうと思いました。本当は新世界 の、 あの空気も良かった、風景良かったんけど、まあやっぱりこの道頓堀川の横に流れてるこれを作りたいなということでこれ作って、お次が、はい、あ、ラムちゃん、別にこれラムちゃんね、はい、まあ面白いから僕ら頼まれて、これ実は KNN ファンドさんからの依頼で、大阪にあんまりラムちゃんって関係ないやん。
そうですよね、大阪行こうと大阪のエピソード1個もないし、なんでラムちゃんなこれやってくれって頼まれたら作ったこれだけは。ああ、これはですね、あの第1弾で北海道の、フィギュア土産をやった時に、北海道の雪ミクというキャラクターが初音ミクというの雪ミクというバージョンがあって、でそれを入れたことであの売り上げ3倍ぐらいになったので、ラムちゃんを入れれば3倍4倍なんじゃないかなっていう、おっさん的な話、そんなリアルな話されるんですね。会話をしたんですけど、それがあんまし、効果はなく、はい、ないですか。もうあの私あの石山さんの趣味なのかなと思います。趣味ではないんですけど。違いますか、はい。だから一応阪神タイガースとのなんかコラボがあったんですね、この時。だからそれであの、まあ、普通やったらなかなか使いにくい阪神タイガースさんのユニフォームとラムちゃんを合わせることができるからぜひとも作ってくださいと言われて、ラムちゃんだったら虎島ビキニやろうと思ってんけど、そうですよね、普通にこの阪神タイガースあまり肌色成分が少ないフィギュアやったのがちょっと残念、僕としては、はい、でもラムちゃんにとってはレアな状態ですね。そう、まあ、レアなラムちゃんなんでまた入ってるから次もこうたってやということで、お次は、はい、大阪城で、はい、まあ、これはもうスタンダードに直球で、通天閣はどっちかというとあの新世界の象徴やけど、まあ大阪城というのも歴史的なものが今回一個もなかったんで、大阪やっぱり、まあ、これ太閤さんのやつ違いますけどね、あの最近ほら燃えて最後に中にエレベーターがある、まあ、最近再現版やけど、やっぱり大阪城といえば豊臣秀吉さんが作った町なので、まあ、その象徴としては歴史として大阪城入れとこうかなということで大阪城入れました。はい、では次は、はい、お城人気あるんですよ。たこ焼き、たこ焼きはもうベタベタやから何も言うことはないんですが大阪といえばですね、そう、なんかソウルフード、あの、まあ、串カツもあってんけども、やっぱりその粉もんはいるやろ、ソースもんで何をつけるかベタベタのやったらお好みかたこ焼きやったんですけど、前回ちょっと同じような時期に広島もやってたんで広島焼き、まあ、これ広島の人が広島焼きで怒りはるんですが、広島風お好み焼きという、大阪人からすると造形のポイントはどうなんですか。いわゆる結構たこ焼きあるじゃないですか。たこ焼きは造形というこの船とですね、この木の皮で作ったこのお船とこの散りまめた青のり、これをきれいに青のりをね塗るのが難しいです。この青のりがパラパラとかかってる感じがちょっと売りということで、たこ焼きはもうスタンダードで、最後の1個が、はい、あ、で、まあ、ジャリンコチエ、はい、ジャリンコチエですよね、はい、ジャリンコチエ知ってはりますよね。知ってますよ、ね、アニメも漫画もジャリンコチエもね、豚まん好きだそうですよ。あ、そうですか。そうなんですね。食べるエピソード、嵐よくめにつけて、なんかあったよね、なんかあれつけて、つけ方があるんやね。あ、僕らほら、あのちなみに社長はあの豚まんやけど、また豚まんの話になるが何をつけて食べはります。何もつけて、やっぱり何かつけはりますか。僕はもう何もつけんと、そのまま半分まあ、そのままで素直に正味に味を味わってもらって、はい、で次からしつけようか、はい、からしもちょっと一かじり分だけつけて、つけて、はい、最近おしゃれなポン酢を、ポン酢ですか、味わうとね、なんおしゃれですね。おしゃれですよ。あらら、ジョーモさんそんなにおしゃれに、僕らあの大阪の子で、ちなみに京都の子何つけて食べる。私はそのままかからしです。あ、やっぱ普通ですね。はい、オーソドックスに食べます。ソースもありですか。僕ソース割とソースね、はい、ソース、ソースね昔からもう何が何でもソースやいうお客さんやっぱり未だにおいしいな。そうですか。薄いソース、座布団をめくって、はい、あの端で穴開けて、そう、あそこにすごいドロドロ染み込まして、ソース、はい、あ、やっぱりそういうのあるんや、よかったよかった。全部そうやって食べられる。当たり前じゃないですか、僕はもうソースが大好きですから。穴も開けてですか。穴も開けます。中にシュマンしとかんと美味しいんですよ。初めて聞きました、その。あ、そうですか。いや、オフィシャルであってよかった。そうなんですね。石山さん食べたことないの、豚まん。はい、え、ないですか。悲しいことに東京人は肉まんよりどう思います、あれ。あ、豚まんやで。豚まんちゃうのに肉まん言うんですね、あれ、あの人ら。ちょっとなんか負けて間違ってますよ、ね、豚まんですって言って、ちゃんと正してあげます。そうですよね。いや、ほんまに東京人あれを肉まんというのは許されて、肉、じゃあこれ豚やんって、豚まんやんっていうのがあって、あれを肉まんというね、アホな人が、やっぱり東京人は豚まん文化がないので。コンビニは肉まんになってませんか。あれコンビニ。でもね、最近賢くならはってね、はい、横浜の中華街行ったらね、はい、半分今日あの豚まんって書いて、豚まんとも書いてますか。それはそれは、あ、そうなんです。それは正しいですね。豚肉が入ったまんじゅうやから豚まんですよね。あの白っぽになりますやん、あの石山さんのほらあれって、
本味の豚まん、あ、肉まんってあれ牛肉かね、あんまり食べたことない。豚です。豚やろ。はい、あかんやんね、豚まんにせんとね。いや、肉まんでという、はい、まあ、ことで一応、まあ、あのジャニコチエもですね、まあ、ホルモン食べてますが、はい、今回ホルモンなしですけど、まあ、食べ物が大阪で多いから、まあ、チエちゃんはもう言わずも大阪、まあ、でも東京人あんまりチエちゃんに対する認識が少ないので、でも本当にないです。あ、おちゃうかと思うね。見たこともないんです。見たことはありますけど、漫画ぐらいですかね。あの素晴らしい奥行きのある世界を知らんわけや。だからもう、ね、カルメラ、カルメラとか兄弟さんとか、地獄組のボスで知らんやろ。知らないです。吉江さんも、吉江さんぐらい知ってるよな。知らないです。知らないです。マサルも知らんよな。マサル知ってます。マサル知ってるの。はい、はい、マサル。じゃあこのコブンは誰か知ってるか。あれは 犬か猫ですね。こらお前やで、あれ違ったな、ヒロシやったっけ、やっぱ、タカシか、あー、すみません、タカシ、ヒロシは違うわ、タカシ君ですよ。そういう風に、あの他の県内とか知らない人が、のものが入っているっていう、で、大阪の誇りなんですよね。そう、大阪の誇りですね。だからまさにお土産としてぴったりかな、はい、と思います。だからこれを僕は機に、あの石山さんの方にはジャリンコチェシリーズを番外編で作りたいと思います。それでも全国版とここで展開っていうのはすごい違うと思うんですけど、はい、はい、まあそれも豚まんのおかげで全体大丈夫やと思います。ご期待ですね、はい、全国の、あ、これはでも大阪限定から東京の人にこの豚まんの良さが伝わるが、また豚まんをなんとか全国版で売りたいですね。あ、本当ですね、はい、でも北海道の人ってお土産ではあるけど豚まんってあんまり知ってはないのかな。どうでもお客さんに来た人は結構いろんな全国から買いますよね。それがね、はい、結構売りになるんですよ。あ、そうですか。私もあれ、北海道札幌に大丸さんがあって、東急さんもあって、はいはい、だから常設してへん代わりに、あの百貨店さんの物産サイズで、物産でものすごい希望がございまして、はいはい、で1週間だけの物産祭ですけど、生地もあのミキサーとこの後持って行って、はい、ミキシング現地で、はい、毎朝6時半ぐらいから百貨店の10時開店まで間に合うように作り始めまして、はい、手作りで一個一個手作りで蒸し上げて百貨店10時に間に合うようにいうのを年に北海道は2回かな。あ、そうですか。ほんでね、在阪経験おありの方が結構現地にいたはずでしょうね。はい、私なんかも現地行った時に、ああ、このおちゃん知ってるわと。あ、そうですか。なんで知ってんねんと。いや、大学が関西の方でしたから、あの時にコマーシャルで見ましたとかね。あ、そうですか。大きな大きなって言うんですけど、あれ高麗沢で滋賀県のどこまでやったっけ、あの売ってるの限界が、なんか西の、あ、東の限界が、工場からね、はい、半径150分以内ですから、150分、一番遠いところで、あの草津の近鉄百貨店の中です。あ、じゃあ割と近いですね。草津までしかあかんわけですわな。なるほどね。もう草津伊藤は管理してもらってます。西はどこまでですかね。元町の大丸の、あ、そこまでですか。うわ、厳しいな。兵庫県民も、岡山はもう食べられへんわけですね、リアルが。そうです。だそうですわ。だからこれから僕らこの宝来の、まあ、ミニチュアでちょっとみんな自分のところの宣伝せなあかんので、あと遠いところの人は通信販売のがありまして、通販ですか。これを利用してもらったら食べれるんですね。離島以外は、なるほど、だそうですね。北海道の、はい、今皆さんにプレゼントをいっぱい用意してまして、バラバラのやつをで、200個ぐらい用意してあって、あ、その本物じゃなくてフィギュアですけど、これ今日だけ来た人らにね、200個を豚まんだけ、普通ほらこれガチャガチャって何が出るか分からへんのですけど、今回は絶対に豚まんをあげるよっていうので、1個だけ別にね、あとこれはあともまたパフォーマンスして、今日は何個持ってきてくれはったんでしたっけ。200個ですですね、200個ね、ここで配ろうという、ここにみんないてはったらともらえるよ、200個200人、先着200人、200人ももらえるんです、はい、そうです。あと上ロゴ、あと金土屋さんでダーッと練り歩く時もばらまきます。金土屋さんと一緒にこればらまくという、はい、昔ながらのスタイルも、豚まんみんなで豚まんフィギュアこうたってやとかいうことでやろうと思ってますんで、はい、で他にもそういえばなんかこれ、はい、ケンさんがね、はい、豚まん先ほどは551って、あ、さっきで鼻振りやなと思ったのが551って、ほら5あの
放られてた、まあ551じゃないですかね。なんとですね、このおっちゃんが551個なんか余分に作りはったんですよ、この豚まんのフィギュアをこのカプセルに入れて。さらに551個、そう、余分に551個作って、マジで失敗してじゃなくて、じゃなくて551はなんか別にそのここが一番やなかったけど、ホーライガマン551という番号がなんでやろうって僕ら初めて今日知って、知ってたらもっと、うん、あのここが一番と書いててよかったんですが、それをね、あのなんかお渡ししますんで、なんか持ってきたんで、あの常務さんのところでなんかホーライさんでいい使い方があったら、皆さんお土産かなんかに、宣伝かなんかにも使ってもらったら嬉しいし、そうですね、はい、で社長にこれちょっとお土産やと持って行って、なんかあの、ね、使い方してくれはったら嬉しいなと。うちも無駄なお金の使い方全くしないからね、はい、ケチじゃないんですよ、はい、わかります、始末家ですね、始末ですね、はい、でもお客さんが喜ぶことやったらどんなことでもやってみようと、はい、喜んでもらえなかったら仕方ないですけども、喜んでくれますよきっと、この反応を見て、はい、はい、反応を見たって、これね、あのね、あの本当にミニチュアいうのはこれ、これ僕らも美味しい毎日あるから、別にあのなんて僕らも京阪百貨店に森口にもあるんで、うわ、美味しそうですよ、 ありがとうございます。これをあったらほら、あの食べ終わった後でもなんか夜これ見たら、蓬莱のこれずっとテーブルの横に置いといたらですね、自分のオフィスに置いといたら、今日昼ちょっとなんか蓬莱食べに行こうかなと、ある時とかいうことで、ある時ない、これない時やったらこれがずっと蓬莱がある時になるので、ある時という感じでこれをですね、あーあー、でも落としてもこれ3秒ルールもなくても食べることもないので、大事にこのしげしげと見てですね、落としても落としない、あ、落としない、落としてもですか、落としても本当にその机の上にそのフィギュアがあると食べたくなりますよね。でこの辺のなんかちっちゃいミニチュアってなんか絵ですごい細かく超リアルに作りましたんで、まあこれあの持って帰ってきたのでなんかええ感じでお客さんの反応を見てくださったらと思います。そうですね、よろしくお願いします。そうですね、はい、ぜひ551個何かに使っていただければと思います。はい、はい、改めましてその551の蓬莱の豚まんも入った大阪フィギュア土産シーズン2は2017年12月16日土曜日に発売予定です。大阪府内のドン・キホーテ、道頓堀、新世界など大阪府内主要スポットで販売します。ぜひ皆さん回してみてください。はい、ではお三人様ありがとうございました。そして最後、その先ほど石山さんからもあったんですが、神道屋さんと一緒に練り歩いて宣伝をしようというイベントがこの後あります。その神道屋さんですが、全日本神道コンクール多数優勝、海外公演も行い、 NHK 朝ドラのワロ天下にも出演されている神道通信社の皆さんです。待ってました。ありがとうございます。